いや、今回チャンネル名を変更することにしました。変更する名前は光 in 埼玉です。はい。いや、もともとね、最底辺 YouTuber っていう名前にした時から、まあ出世魚のように徐々にね、最底辺から底辺、底辺から、まあ、YouTuber から人気、人気からトップみたいな感じで、まあ名前をね、進化させていこうかなというね、計画もあったんですけども、なんか違うなと、それ違うなと思って、うん、変えることにしました。まあね、あと変える理由としては、最底辺 YouTuber って名前が、そもそもマイナスな言葉じゃないですか。まあ、マイナスな言葉をチャンネル名にしてるっていうのは、なんだろうね、風水的っていうか、まあなんか良くないなと。まああとね、現実問題、やっぱ最底辺 YouTuber っていうチャンネル名って印象悪いと思うんですよね、初めて来た人とかも。だから登録ボタンをの押す手を止めるんじゃないかなというのもあるし、やっぱマイナスな言葉はね、その自分の看板としてね、使いたくないんですよ、僕も。なんでちょっと今回変更することにしました。いや、他にもいろいろ候補あったんですよ。なんか全能の神とかさ、人気 YouTuber 光とかさ、偉大なる覇者とかさ、うん、そういうなんかよくわかんない名前とかも考えたんだよ。あとはまあ近い名前で言うと、光伊豆埼玉とかさ、光伊豆埼玉県民とかいろいろ考えたんだけど、まあ光 in 埼玉にしました。まあ理由としては、まあ光っていう名前でやってて、まあ僕の名前をねつけるのが一番いいかなと。あとコメントとかでも、やっぱな、他の人の YouTube とかにコメントした時に、なんかなんて呼ぶ、最底辺 YouTuber さんって呼ぶの嫌じゃん。なんて呼んでいいかわかんないじゃん。しかも今最後に涙ってついてるんだけど、あれは顔文字みたいな意味でつけてるだけだから、なんて名前呼んでいいかわかんないようになっちゃうから、やっぱ光っていうちゃんと名前をね最初につけた方がいいかなと思いました。で、次にin埼玉にした理由としては、まあ、埼玉県民なんですよ、僕。埼玉に住んでるんで、それで埼玉っていうのと、あとは、まあ、もう二つ理由があった。あと埼玉の仙人っているんですけど、 YouTuber で、その人を僕初めてチャンネル登録した時は、あ、埼玉県民なんだこの人、埼玉の仙人だから、あ、俺も埼玉県民、あ、一緒だな、なんか親近感湧くな、あ、この人の動画見ようと思って見て面白くてチャンネル登録したんで、まあ、そんな感じで、まあなんかのきっかけになればいいかなと。まあ軽く自己紹介にもなるしね、うん、そういう意味でいいかなと思いました。まあもう一つの理由は、まあ今ちょっとワンパンマンっていうアニメにハマってまして、うん、まあその主人公のね、一番最強のやつが埼玉って名前、まあそれもね、軽くこの今回のチャンネル名変更には関わってますね。まあそれは変えたかるんで埼玉なんだけど、僕の場合は、まあ、光 in 埼玉で、光が、ひらがな、in が、英語の小文字の in で、埼玉は漢字にしてると思います、多分ね。まだ今の時点で変更やってなくて、なんか使える文字が限られてるのかなとか思ってるんだけど、まあまあなんとかなってるかなと思います。まあ一つ考えたのは、埼玉っていう名前を使うこととか、あとまあ埼玉県民っていうことをアピールすることによって、お前みたいなやつが埼玉県民を名乗るんじゃねえとか、お前みたいなやつが埼玉にいると思われたくないから埼玉を名乗るなとかいうアンチがいると思うんですけども、まあ名乗るも何もね、埼玉に住んでることは事実なんで、うん、まあいいかなっていうのと、まあね、そもそもはまあアンチに振り向いちゃダメだよと、うん、いうことですよ。なんでまあそこはね、いいかなと思いました。ということでね、今回はね、チャンネル名変更ということで、これからもね、よろしくお願いします。まあこれを機にね、ちょっといい感じに一新できたらな、まあいいかなと思います。以上、光でした。まあこれからもね、自分のことは光って呼んできます。はい、光 in 埼玉って自分のこと呼ばないと思います。自分のことじゃなくて、チャンネル名が光 in 埼玉ってだけで、俺は光って名前なんで、元から最低 YouTuber で名前じゃないから、僕光って名前でやってたから、うん、だってことでね、光 in 埼玉っていうチャンネルでやってる光でした。バイバイ、これからもよろしく。